これが闇の魔術、これが闇の魔術。おかしなこと言ってたぜ。サラザール・スリザリンはホグワーツに秘密の書斎を持ってたみたいだ。秘密の部屋あんのかな。闇の魔術で使われるものだから関わりたくないってさ。俺も闇の魔術には興味がある。闇の魔術には興味を惹かれるな。闇の魔術は知られてるより奥深い。そう、ゴーントが詳しいぜ。うん、他の誰より。俺もそう思う。話しすぎたな。君は貼り付けの呪文に詳しいか。うん、うん、クルーシオだったよね。貼り付けの呪文、拷問の呪文とも言われてる。犠牲者に耐え難い痛みを与えるんだ。使わないけどね。彼の家族は遊び半分でその呪文をマグルにかけてたみたいなんだ。えぐ。犠牲者の悲鳴が耳について離れないってお身にする。ああ、なるほどね。ゴーントってトムのお母さんの関係。考えを変えてもらうさ。だってオミニスはサラザール・スリザリンの直系だから、多分どっかで交わってんじゃない。あ、スリザリンの談話室の外でセバスチャンと会う。クルーシオ、ホグワーツレガシーがやっと始まるようだ。闇の魔術に対するのは防衛術ではない、闇の魔術そのものなのだ。いいかい。なぜ相手が一発で死ぬ呪文を打ってくるのにこっちは杖を取らなきゃいけない、気絶させないといけない。おかしいだろう。相手が一発で死ぬ呪文を打ってくるんならこっちも一発で死ぬ呪文を打たないとね。え、闇の魔術に対する闇の魔術を学びましょう。俺が闇の魔術に対する防衛術の先生だったらみんなに教えるね。アバタケダブラ、クルーシオ、インペリオね。俺はパーセルマウス。お前パーセルマウスかい。会話することができる。まあ、血がね。有名なパーセルマウスはほとんどサラザール・スリザリン、うん、パーセルマウスかい。僕も蛇と話せればいいのに。下がって。蛇と話せる民族。まあそうだね、ハリーポッターがそうだったんだよね。パーセルタングで、スリザリンっていう悪いやつの大元みたいなやつがパーセルタングで有名。オミニス、君の力は本当に貴重だね。でハリーはトムリドルと交わってしまったために家系は違うんだけど、パーセルタングになってしまったっていう。なんでもない。そうだから、ハリーポッターと秘密の部屋っていう話があって、その時にハリーがヘビ語喋るのが当たり前だと思ってたんだけど、みんなにバレた時があって、それでいやもうこいつ闇の魔術師じゃんみたいになった。あ、こいつじゃん。分かった、貼り付けの呪文を覚えたくない。貼り付けの呪文を覚えたい。でも僕にかけて、貼り付けの呪文を教えてくれたら君にかける。まず分かった、貼り付けの呪文は覚えたくないよ。まずなしね。貼り付けの呪文を覚えたい、でも僕にかけて。まあこれでいこうか。うん、セバスチャンはね、妹病気だから、これちょっとかけれないわ俺、セバスチャンについて。ついに許されざる呪文を覚えてしまった。いい、長い長い長い。怪我してないか？強っ。ものすごく苦しかったけど、死にはしないよ。先へ進もう。うわ、こう校長室みたいじゃない。サラザール・スリザリンの書斎を見つけたぞ。レベリオ、本当にたどり着いたんだな。サラザール・スリザリンの、あ、セバスチャン、スリザリンの呪文の本だって。先生、ネビルがかわいそうですって言ったハーマイオニーの前でアバするからね。アバタケタブラ。これを受けて生き残ったやつが一人だけいる、この教室にな。あたす、サラザール・スリザリンの秘密の書斎だって。我々の意見が一致することはないだろう。彼らのうち一人でさえ理性的に考えるよう説得することができないのだ。ゴドリックが私の考えに同調してくれたらと願ったこともあった。ゴドリック・グリフィンドールの話ね。生徒の、あ、これだからサラザール・スリザリンっていうのはスリザリンを作った人で、あのホグワーツって4人の魔法使い、ヘルガ・ハッフルパフ、ロエナ・レイヴン・クロー、ゴドリック・グリフィンドール、サラザール・スリザリンっていう4人のタイプの違う
魔法使いが、魔法使いと魔女が作った学校なの。で、サラザール・スリザリンは一人だけ意見が合わなすぎて途中でどっか行っちゃったんだよね。これだいぶいい手紙だぞ。ゴドリックが私の考えに同調してくれたらと願ったこともあった。ああ、やっぱ仲は良かったんだね。生徒の才覚が並外れたものでは、並外れたものでなくてはならない理由を理解してくれたらと。うん、そうだね。で、サラザール・スリザリンは、その魔法っていうものは純潔のやつ、マグルに教えてたまるかみたいな人だったの。強い奴らだけが覚えるものなんだっていう、ね、それが合わなかったんだよね。マグルの親を持つ子も何らかの形で純潔のものと同等の能力を持つという馬鹿げた考えに取り憑かれてしまったっていうね。そう。だからマルフォイの言ってた、汚れたちとかそういうことだよね。この件に関する彼の考え、また言葉にしていなかった考えに対して不快感を示すと彼は言う。あ、もうじゃあ完璧な純潔主義者だよね。こんな意見の食い違いはもううんざりだ。それにこれ以上魔法使いになりすました無能な子供たちで溢れる廊下を目にするのも耐えられない。うわぁ。だからマグルの血が入った、もう完全マグルのマグルとかも、やっぱもう嫌だったんだ、子供たちでも。サラザール・スリザリンは。もはやここを去るしかないということが分かった。本当にやりきれない思いだ。あの動物を部屋の中で深く眠らせておこう。いつか私と志を同じくする者の手で目覚める時が来るまで他の者たちによってあまりにも無神経に与えられた損害を進んで回復させようとする末裔、そして我が遺産に汚点をつけるだけのホグワーツにふさわしからぬ者たちを校内から排除する者の手で。うーわ、すごい情報の手紙だったな。貴重だね。あの動物を部屋の中で深く眠らせておこうっていうのは秘密の部屋の化け物ですね。バジリスクの話じゃないかな。それを開けたのがトムリドルだったんだよね。まあよく言うボルデモート、例のあの人で。うわあ、こう、いや、これあんのえぐいね。これしかもサブクエだぜ。大半の敵はもがき苦しみながら時間経過でダメージを受け続け同時に呪われる。呪われた敵は受けるダメージ量が増加する。いやー、やっぱね、ハリーポッターのオープンワールドゲームが出るってなった時に一番最初に考えたのがこれだよね。許されざる呪文は使えるのかどうかっていう。クルーシオ。わあ、めっちゃダメージ上がる。250とか食らってる。やばいってこれ。はあ。これマジ強いかも。しかもこれ基礎呪文当てたらクールタイム短くなるやつつけてるから、これが闇の魔術、これが闇の魔術。本気で打たないと効果ないはずでしょ。本気で打ってるからね俺。ハリーポッターがベラトリックス・レストレンジに打ったあのクルーシオ、俺はあの時ずっと言ってた、本気で打てハリー。本気で打たないと意味がないんだよ。シリウスを殺されたのに本気にならないハリー。逆にあそこで俺はハリーを疑ったね。逆に、あ、お前シリウスやられたのに本気でクルーシオ打たないんだっていうね。でしかもあれ毎回ね、本気でやれハリーって言った後にヴォルデモートが本気でやれって言うんだよ。だから俺一緒なんだよね。俺トムリドルなんだよ。ただ俺純潔主義じゃないから、純潔主義じゃないトムリドルだと思って、俺のこと。闇の魔術使ってきたやつにしか使わないと聞いてた。え、俺そんなこと言ってた。いや俺悪いやつには使うよ、ガンガン。だって正義だもん。だって俺正義だもん。レベリオ。俺は大丈夫。ちゃんと正義のライン分かってるから。正義のラインは自分では分かってるつもりだから大丈夫だよ。みんな心配しなくて。あまりにもうるさいようじゃ、君たちにクルーシオを使う。かもしれないけどね。冗談冗談！クルーシオ。うわぁ！うわぁ！うわぁ！クルーシオ！クルーシオ！苦しめ苦しめ苦しめ。僕に逆らうやつはみんな苦しよさ。そう決めただろ、ヒロチン。セストラルの子供。すげえ。セストラル繁殖できんの俺。
え、バジリスク繁殖させた俺。バジリスクだってさ、繁殖させてさ、あのホグワーツのさ、ホグワーツに秘密の部屋作ってさ、あのスリザリの純粋な継承者じゃないと開かないような秘密の部屋作って、そこに眠らしとけばいつかはそれを開いてくれる。あ、よくないこの考え。あれもしかして昔これで捕まったやついる？本当にマグルの味方。いや俺純血主義じゃないから。そう、いや間違えてんのが、ボルデモートって悪いやつだよねっていうのは純血主義だから悪いんだよ。でそれに対してユリザルザラム呪文とか使ってマグルを殺したりしてたのが良くなかったんだよ。俺は純血主義でもないし、だってねえ、まず密猟者でしょ、密猟者でなんか悪いこと企んでるゴブリンとかね、なんかそこら辺に武器持って、そいつらにただクルーシュを売ってるだけなんだよ。何が悪いんだよ、何がいけねえんだこれの。魔法省がじゃあなんかしてくれるんけ、魔法省がなんか俺らの代わりに戦ってくれるんけ。ファッジ見ろファッジ。そうそうそう、ハッフルパフってだって闇の魔法使い一人も出てないんだよ確か。だから俺1800年代って俺やってるでしょ、出ないってことだよ。だから俺最終的に死ぬかもしれない最終的に最終的に俺死んでるかもしれない。でその表に出ずに死んでるかもしれない、どっかで処刑されました1800年代だから出てたら出てるになってるはずじゃん。出てないってことは俺どっかで死んでる可能性、歴史から消えてるとかで、ね